ライツアウトは午後の形に並んだライトをある法則に従ってすべて消灯させることを目的としたパズル。タイガートイズや日本では宝から1995年に発売されて有名になった。それ以前の同じような電子ゲームとしては 3X3 マス上で同様のルールを持つマーランがパーカーブラザーズから1970年代に登場している。他にも 同様のゲームがバルカンエレクトロニクスより XL-25 の名で1983年に作られている。タイガートイズも携帯ゲーム機であるゲーム .com 用のカートリッジ版ライツアウトを1997年に作っている。その後もライツアウトニセニア、ライツアウトキューブ、ライツアウトデラックスといった多数の似たような新しいパズルが登場している。 実際にやってみればわかることだが、同じ場所を2回以上押すことは無駄であり、押す順番は結果を左右しないので、どのような初期配置でも最短手数は25手以下である。点灯しているライトしか押せなくしたもの、点灯時の色が2種類以上あるものなどの変形版が数多く存在する。ルールが簡単なため問題解放アルゴリズムなどがよく研究されている。 基本は午後イコール25個の光が点灯、消灯するボタンからなる。問題がライトのパターンとして出される。回答者は上のルールに従って明滅するライトを操作し、最終的にすべてのライトを消すことができれば勝ちとなる。一般に一つの問題に対し複数の回答がある。ため、最短手数の回答を競う。各ボタンが点灯、消灯の状態を取るため、 問題の数は2の25乗から全小等の一を引いた225から1イコール3355万4431通りとなる。この中には回転対象、上下左右対象も含まれる。回答も同数可能だが答え一つに問題一つが対応することと重複回答があることから解くことのできない問題が存在することがわかる。特に ライツアウトの名を持たなくとも、同様に上下左右の十字型5箇所を変色させて、同色に揃えるゲームは他にも数多く存在する。コンピュータ上であれば、フラッシュや Java アプレットなどでも比較的簡単に作ることができるため、ウェブ上では個人サイトから大手ゲームサイトまでフリーゲームとしても幅広く参見される。ルールについても特定の色に揃えるもののほか、 どの色でも良いから同じ色に揃えれば良いというものや特定のパターンを作らせるものもある。商用ゲームソフトの例としては、ダットジャパンの Windows ゲーム集ゲームパックシリーズで、かつて検証問題として付属していたカラフルが知られる。これは宝番ライツアウトより古く、1993年頃の初期シリーズにも付属していた。また後年に、 作者自身の手により 7X7 マスの改造版が、ジュエルボックスのタイトルで無料の Java ゲームとして公開されている。一方で、大手オンラインサイトの無料ゲームには例えば以下のようなものがある。これらは、色数やマスの数が異なったものであっても、基本的なルールは、ライツアウトと同じ単純な構造を持つ。そのため、買いなしである場合を除き、連立方程式や、 行列計算といった卓上の計算を駆使して最短手順を導出することが必ずしもできないわけではない。手作業のパズルとして進める場合、ライズアウトと同じ 5X5 マスの二色程度であれば、初心者が適当に操作して偶然揃う場合も珍しくない。しかし色数やマス数が増えると難易度も上がり、初期配置によっては初心者には同じ色に揃えることがまず不可能なほど、 難しくなる。そのため、最短手数を競う以前に、まず手数を度外視してでも、確実に手作業で揃えられる手順を自力で見つけ出して、いくことになる。その場合、色数とマス数が変わると、多くの場合は、攻略法も全く異なってくる。ありがとうございます。